映画やドラマの世界で見るようなレトロな雰囲気ですね。岡山市中心部を走る路面電車岡山電気軌道、岡電の愛称で親しまれ、100年以上岡山の街を走り続けています。グッドデザイン賞を受賞した車両から人気アニメチャギントンの車両まで、バラエティ豊かですが、実は岡山市中心部を走る路面電車、日本一路線が短いんです。全国およそ20の都市で走る路面電車の路線のうち一番短いのが岡山市の路面電車。その長さはわずか 4.7 キロです。しかし沿線には見どころが集結ということで、日本一短い岡山の路面電車の旅、出発進行。今回乗ったのは温かみのある木に囲まれる車両黒。1953年に製造され、栃木県の東武日光軌道線で走っていましたが、路線の廃止に伴い岡山に譲渡された歴史ある車両です。出発してすぐ一つ目の電停に、岡山が誇るあるグルメがあるんです。早速一つ目の電停、西川緑道公園で下車。目的は西川緑道公園電停を降りて歩いていくと、ありました、カツ丼の村、こちらです。ご当地グルメの店として有名な味つかさ野村です。お待たせしました、飲みグラスソースカツ丼です。わあ、ありがとうございます。すごい、これどういった丼なんですか？ご飯の上に茹でたキャベツを乗せまして、揚げたてたのカツを乗せまして、たっぷりとドミグラスソースをかけまして、グリーンピースで彩っております。実はここ岡山が誇るデミカツ丼の発祥店。1931年に初代店主が帝国ホテルのシェフから伝授されたデミグラスソースを使った丼を考案し、現在の4代目まで代々引き継いできた一子相伝の味です。いただきます。カツ柔らか、デミグラスソースがほんのり甘くてとっても濃厚です。ご飯にぴったり合いますね。海外の方も結構多いんですよ、はい、でどのように感じられてるのかなんとすごく心配になるんですけど、帰りがけに美味しかったですって片言の日本語で言ってくださるので、もう本当一安心で、お腹が満たされたところで再び路面電車に乗り、向かったのは西川緑道公園から2つ先の電停、城下です。岡山駅前からわずか900メートルと町の中心部ですが、電停から少し歩くと、あ、見えました見えました、岡山城です。岡山のシンボル、岡山城が見えました。カラスの黒になぞらえて鵜城とも呼ばれる岡山城。去年11月大改修が行われ、壁が黒々と輝いています。天守に登ると、うわ、絶景ですよ。目の前に後楽園、そして奥に岡山の市街地が見えてます。うわ、最高ですね。そして目の前に金のシャチホコがキラキラ輝いてます。
結構近くで見ると存在感がありますね。かっこいい。そして内部も去年大幅にリニューアル。ポイントは歴史の体験です。こちらは火縄銃でございます。重さや長さ全て一緒でございますので、当時の重さを感じてもらえたらなと思います。え、結構重い。ワイヤーでこうやって吊り下げられてるので私位置固定できるんですけど、手で持ってやるとふらつきます。かなり定めるの難しいですよね。そうですよね。しかも相手は動いてますのでね、それに合わせて自分も動かないといけないってなると相当大変かと思います。昔の人ムキムキだったんですかね他にも現代より体が小さかったという戦国時代の馬を体感したり、大名かごに乗りお姫様気分を味わったりと、歴史を肌で感じられる仕掛けが盛りだくさんです。去年11月に改修されてリニューアルされましたが、反応などはいかがですか？本当に多くの方が来ていただいて、新しくなった、すごく綺麗になっただけではなく、面白かったと言ってくれているのがすごく嬉しいですね。たくさんの展示があって体験をできるというのがいいですよね。岡山城テーマとしては歴史を伝える城、集う城ということで、歴史って楽しいなって思っていただけるような、お城展示を作りを楽しんやってますので、そう言ってもらえると、すごく嬉しいです。続いて路面電車で向かうのは城下から4つ先の電停です。この路面電車は岡山市中心部の道の真ん中を走っています。窓の外に目を向けてみると現代的な建物も並んでいるんですが、この車内がとってもレトロなのでなんだか不思議な感じがしますね。ゆったりとした空気を楽しむことおよそ7分。中納言の殿庭から徒歩5秒で到着したのは、岡山銘菓きびだんごで有名な老舗光栄堂です。商品がずらりと並ぶ中、奥にはカフェが。きびだんご、そして調布なんかもある。わあ、どれにしよう。あ、1日8食限定ホットケーキ風どら焼き。ホットケーキ風どら焼きとは一体？銅板の上で生地を焼き、5枚重ねた上に乗せるのは、マニワシヒルゼンのジャージー牛乳で作られた大きなバター。岡山県産の希少な蜂蜜をふんだんにかけると、和菓子店ならではどら焼きの生地を使ったホットケーキの完成。和と洋の見事なコラボレーションです。よりかはちょっと生地の味が優しい甘さになりますね。はい、生地の方にも蜂蜜を入れておりますので、こっちにもだからとろけるような甘さになってるんですね。はい、日本一短い 4.7 キロの路線で楽しんだ岡山市の路面電車の旅。気になる電停でフラッと降りて街歩き、おすすめです。